アイテム番号。SCP-568-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-568-JP の記録と分析のため、サイト、8158に本拠を置く情報部隊は、6、空聞きたぬき、が編成されました。部隊はサイト内のセンター本局と7大陸52カ所の財団施設に併設された戦差支局で構成される改良型ジューラス、H システムを運用し、全世界の短波帯ラジオ放送を常時監視しています。支局が SCP-568-JP の放送開始を検知し次第、放送は直通回線を通じてリアルタイムで本局に転送され、速記技能を持つ5名の当局職員が内容を筆記します。当局シフトは各員の国籍や経歴を考慮して作成され、常に異なる3カ国以上の言語で SCP-568-JP を聴取できる体制が整えられていなければなりません。本局への転送は推定発信座標に最も近い戦差支局が担当し、その間他の支局は SCP-568-JP の使用周波数帯にてプロトコル、ユプシロン、エータ1を実行。その公共への伝播を妨害します。SCP-568-JP が放送内で聴取者との接触や会合を予告した際、指定された座標を中心とした半径 50km 範囲は海洋用中規模カバーストーリー目録、パープル、ウェイブス、のうちいずれかを用いて封鎖されます。封鎖期間は通常予告日の前日18、から翌日6、までの36時間ですが、状況によっては短縮、延長される可能性があることに留意してください。説明。SCP-568-JP は、70.1%。と自称する短波帯、振幅偏調方式の海賊ラジオ放送です。発信は毎回異なる周波数を使用して不定期に行われ発信位置も不規則に変化しますが、放送間隔は1年以上虚しくことはなく、これまでに確認された放送は全て公海上から発信されています。その構成は大日本帝国政府が第二次世界大戦中に行った連合国向けプロパガンダ放送に類似していますが、内容は全く異なります。SCP-568-JP は常にこの流れに沿って進行します。0。登場人物、リンディ。SCP-568-JP の司会を務める女性。その性質は聴取者により、高めだが聞き心地の良い声、甘いハスキーボイス、など大きな認識の差異があるが、聴取者は一様にその声を好意的に評価する。この現象は口述する SCP-568-JP の精神影響特性の一つであると推察される。ハロルド。ニュースのコーナーを担当する男性。聴取者はその声に、活発、かつ、爽やかな印象を受けたと回答する。オータ。小ニュースのコーナーを担当する男性。放送の度に、シールズ、オータ、というフルネームを名乗るが、これはリンディやハロルド同様番組スタッフとしての偽名であると推測される。ひどく平凡な口調で話し、聴取者は皆、うさんくさい、不気味、であると供述する。1。オープニング、約5分。毎回異なるレトロ、ポップスが1曲選ばれる。前後どちらかにリンディの短いメッセージが付随。2。メッセージ、約3分。リンディが担当。沿線放送らしい挑発的な内容であるが、対象はいずれも実在しない国、組織である。3. リンディのディスク、ジョッキー、55分。主にクラシックとセミ、クラシック。稀にダンス音楽も放送。曲間にナンバー紹介が数分挿入される。4. ニュース、タイム、50分。発信日時の過去1年以内に起こった事柄をニュース形式で報道。ハロルドが担当。5. ハロルドのハイライト、50分。ニュース。タイムで取り上げたニュースのうち一つを詳細に解説。6、19、ボックス、15、20分。ジャズとダンス音楽。リンディが担当。7、オータ、ニュース、通称。約5分。16が割り当て時間よりも早く終了した際、投稿で得意な内容、以下に記述、のニュースが報じられる。実在しない国、組織、地名への言及。20世紀現在の一般的水準を凌駕する科学技術の発展、特に空路、海路に関連するもの。
にもかかわらず存在する多数の未開地、未踏破海域の示唆。8。マーチ、タイム、通称、50分。軍歌または行進曲を1曲放送。これまでに米、自由、独、意、非、祖、波、A の楽曲が放送されている。9。サイン、オフ、約2、3分。倫理が担当。SCP-568、JP は常にこの流れに沿って進行します。SCP-568、JP の異常特性は人間がそれを聴取した際に発現します。聴取者は、SCP-568、JP の登場人物が聴取者の母国語ないしは最も完熟している言語を用いていると認識し、その発言内容を完全に理解することが可能です。自由都市庁舎の職員が放送を聴取し内容を理解した事例、参照。付随文書7番、の一方。実験動物、イエーヌ、ヨウム、チンパンジー他、及び自然言語処理による音声認識プログラムが放送中の SCP-568、JP を認識しなかった実験結果、参照。付随文書85番、から。SCP-568、JP は通常の無線通信ではなく、人間にのみ超感覚的影響を及ぼす情報災害であると推測されています。SCP-568、JP は一般的な短波受信機で問題なく受信が可能ですが、これを録音したものはその直接、間接や記録媒体の形式を問わず、放送終了後数分で一様に無音状態へ変化してしまうため、これまで SCP-568、JP を完全な状態で保存することには成功していません。このような特性を持つ SCP-568、JP を記録するため、現在の特別収容プロトコルが制定されました。特に記載がない限り、投稿内の記述は日本語版音声を文章起こししたものです。放送時間。1990年月、日8時9時。周波数。6330kHz。推定発信位置。レユニオン島沖南南東 380km。聴取言語。英語、フランス語、日本語。1。グッドモーニング、リンディよ。今日は海と空がくっつきそうなとびきりの快晴、いい感じよね。さあ、世界の 71% を占める海の中から送る、71%。今日も張り切っていくわよ。ナンバーはクルー、カッツの主文。2。それじゃ改めて、カプト、マゴニアの皆さん、お元気かしら。第6軍団のことはご愁傷様ね。無事ついていれば活躍間違いなしだったでしょうに。私は詳しく知らないけれど。幻島連合のお仲間は大丈夫なのかしらけど、これであなたたちが考え直してくれると思うと嬉しくなっちゃう。この小競り合いが終わったら、のんびりクルーズにでも出かけましょうよ。私はいつまでも待ってるから、さあ、この辺で音楽でもかけましょうか。3。分量が膨大かつ重要性が低いため割愛。4。トピックスはスペース、シャトル、コロンビア、の帰還。スカンジナビア、スター、5の火災事故、リトアニアの猫博物館開館、イラク軍のクウェート侵攻の4つ。5。1990年現在の中東情勢について概説し、米国の戦艦、ミズーリ、ウィスコンシン、ニュージャージー、が投入されればイラク側の敗北は確定するだろうとの結論で終わる。6。グレン、ミラーのムーンライト、カクテル。ジョニー、レイのクライ、ミルス、ブラザースのペーパー、ドール他詳細不明のジャズ音楽を含む警護曲を放送。7。通報艦による客船、ア・カル、の発見、グレグ、ブレンダン海山の噴火によるジエット海流の渋滞が報じられた。これは一時的なものであり、海中交通に問題はない、と締めくくられる。8。四季島艦行進曲、オフボーカル版、を放送。9。1時間なんてすぐよね。71%、リンディがお送りしました。バイ。特に記載がない限り、投稿内の記述は日本語版音声を文章起こししたものです。ホイ1。事件記録568、JP、い、4。SCP-568、JP の発信源を補足するための数度の捜索活動の最中。
予想発進座標上空を紹介中の財団航空機が浮上中の不審な小型潜水艦、以後 SCP-568-JP-1 と記述を発見しました。SCP-568-JP-1 は全長約20メートル、発見当時は高さ約30メートルの対数周期アンテナ1本を甲板上に展開していましたが、SCP-568-JP の放送終了とともにアンテナを素早く折りたたみ急速潜航を開始、深度250メートルまで潜航した後南南東へ打たて張りして逃走を図りました。周辺に展開していた財団船舶12隻及び航空機8機による追跡は延べ5時間半に及びましたが、SCP-568-JP-1 はその船体サイズからは想定し得ない水中速力と潜航能力を継続的に発揮し続け、最終的に全船舶のソナー有効範囲外へ離脱しました。以下の内容は当事件後に放送された最初の SCP-568-JP の内容です。特に記載がない限り、投稿内の記述は日本語版音声を文章起こししたものです。放送時間、1994年月、日17時30分、18時33分。周波数、8250kHz、推定発信位置。ラウール島沖あずま 600km。聴取言語、アラビア語、ドイツ語、英語、日本語。1。グッド、イーブニング、71号館からお送りする、71%。さあ始まるわよ。ナンバーはビーチ、ボーイズのサーフィン USA。2。海のタフガイ、陸のフェアレディ、ご機嫌いかが、今日は一般解放についてお知らせするわ。去年の夏の、フリート、フレンドシップ、フェスタ、略して、FFF、はみんなのおかげで大盛況、ありがとね。そして、なんと、参加できなかったみんなのために、もう一度イベントを開催しちゃうことにしたわ。ちょっとだけ規模は小さいけどね。忍び笑い、開催日は来月の16日、座標はグリニッチ4、5000基準で、編集済み。念のためもう一度。イベントは来月16日、座標はグリニッチ基準、編集済み。遅れちゃダメよ。3. 分量が膨大かつ重要性が低いため割愛。4. 重要性が低いため割愛。5. 重要性が低いため割愛。6. 星影のステラ、涙のチャペル。夢見るシャンソン人形の3曲を放送。歌手はそれぞれドン、フリードマン、ダレル、グレン、フランス、ギャル。7. 重要性が低いため割愛。8. 重要性が低いため割愛。9. 複数の人物が登場するため、インタビュー形式で記述する。倫理。71%、みんな今日も楽しんでいただけたかしら？ 2 秒間沈黙、倫理。さて、番組が終わったところで人を紹介するわね。私の可愛い後輩、ジェーンよ。ジェーン。はーい、みんな、ご気嫌いかが、あら、よく考えたら、もう番組終わっちゃうのよねー。リンディと男性の笑い声、リンディ。相変わらずね、ジェーン、笑い、でもこの仕事にはそのマイペースさが大切よ。ジェーン。ありがとう、ねえリンディ、ところであなた、なんだか少し顔色が悪くないかしら？リンディ。あらやだ、忍び笑い、ファウ、ファンデーションが悪いのよ、なんてね、忍び笑い。ジェーンと男性の忍び笑い、リンディ。実はね、私、明日からしばらく休暇をもらうことになったの。ごめんなさいね。ジェーン。あら、いいじゃない。それで私が呼ばれたのね。旅行にでも行くの？リンディ。大当たりよ、ジェーン。久しぶりの空の旅なの。世界一周してくるつもり。ジェーン。羨ましいわ、焼けちゃうわ。きっと素敵な人も一緒なんでしょう？リンディ。それは秘密よ、忍び笑い。でも、もしかしたらそんな人と出会っちゃうかもね。ジェーン。坊やたち、もし赤い飛行機を見かけたら手を振ってちょうだいな。多分、きっと彼女よ。リンディと男性の笑い声、ジェーン。それじゃリンディの羽伸ばしを祝って、この一曲で今日はお別れしましょう。ジェーン。ジョニー、ミッチェルの、アメリア。6分28秒5曲が終了。その12秒後に放送が終了。特に記載がない限り、投稿内の記述は日本語版音声を文章起こししたものです。ホイニ。事件記録 568JP は、11。
以下の記録は財団船舶と支局の無線更新記録及び財団船舶乗組員の報告を総合したものです。事件記録 568JP は11。対象 SCP。SCP-568JP。日付1994年6月16日。場所ノルウェー海、ヤンマイエン島沖東北東 300km。序文1994年月、日の SCP-568JP 発信事例内に存在した会合を示唆する内容の調査のため、財団所属情報収集官スクプス・ウービル、当時セアストポリ港に停泊、の派遣が決定された。ウービルは補給の遅延や機関故障といったトラブルに遭いながらも概ね予定通りに航行し、当任務における指令伝達を担当する第38有人戦車支局との通信体制を確立。記録開始の時点で目標区域中心部の会合座標までおよそ、ケイムの距離まで接近していた。23、25、第38戦車支局、以下支局。こちら CRS38。ウービル聞こえますか？現状報告を願います。SCPS ウービル、以下ウービル。こちらウービル、感度良好。機関の応急修理は完了した。目標区域到着まで20分。すでにレーダーにて会合座標周辺に民間船を発見、目下その身元と目的を確認中。支局。了解しました。判明次第報告を願います。23、31、ウービル。こちらウービル、CRS38 どうぞ。支局。こちら CRS38 です、どうぞ。ウービル。目標区域内に存在する船は8隻。うち5隻はノルウェー船籍、4隻のトロール漁船と個人所有のプレジャーボート。それとロシア船籍の小型貨物船が2隻。ミナラジオを聞いてここに来たと言っている。残り1隻は通信への応答なし、船体長約80メートルと推測されるがそれ以外は一切不明。支局。該当船舶の AIS は確認しましたか？およそ10秒間沈黙。ウービル。発信なし。スカンク1はとまなみしているか、そもそも飲んでいないのかもしれない。支局。了解。敵対的 GOI の可能性を考慮して監視を継続してください。ウービル。了解。目標区域到着まであと10分。23、38、ウービル。こちらウービル、CRS38 どうぞ。支局。こちら CRS38。異常ありましたか？ウービル。こちらに、会合座標へ向かっている船団が現れた。30メートル未満の小舟が26隻。本艦だけでは捌ききれそうにない。支局。ウービル、すでにドワイトソン2がハーシュタから急行中です。予想合流時刻は0、0、2、5、ズルー。現在は会合座標への到着を優先してください。ウービル。了解だ、ありがたい。到着後のカバーにはブラボー、チャーリー、0、3を使用したいが、問題ないか。支局。ブラボー、チャーリー、0、3ですね、問題ありません。ドワイトソンにも伝えます。合流後の偽装更新を忘れないように。ウービル。小声で、パイクに泳ぎを教えるな。3。支局。もう一度繰り返していただけますか？ウービル。なんでもない。了解した。お互いうまくやるさ。23、47にウービルは会合座標に到着。翌日、19にドワイトソンが目標区域に到着し、機関故障のためロシア海軍艦が漂流中というカバーストーリーオルフ、区域内の船舶34隻をすべて退去させた。24、ウービル。KNM トロンハイム、こちら、大佐。ソビエト連邦海軍艦艇ユピテルの艦長である。機船の迅速なる到来と民間船への安全措置に感謝する。ドワイトソン。こちらはノルウェー海軍中佐、現在 KNM トロンハイムの指揮を取っている。ユピテル、援助は必要か？ウービル。否定。独力にて修理可能なるも要する時間は未定である。ドワイトソン。了解した。本艦は海事法に則り、現位置で警戒に当たる。ウービル。トロンハイム、機船の協力に感謝する。安全なる航海を祈る。機密保持のため領艦は愛護更新せず、秘匿周波数帯を通じて各個に支局より指示を受けて行動する。
上記の更新の後、領艦から支局へ15分ごとに定時報告が行われた。54、支局。こちら CRS38、ウービル、定時報告を願います。ウービル。こちらウービル、一点を除き異常なし。支局。続けてください。ウービル。当局が先ほどプロペラ機の飛行音を聞いたと主張しているが、レーダーには何も映っていない。支局は即座にドワイトソンへ確認を取ったが、こちらの対空レーダーにも機影は捉えられていなかった。支局。CRS38 よりウービル、ドワイトソンもボギー4を確認していません。ウービル。了解した。ワッチの空耳だったのかもしれないが、念のため迎撃の許可を求む。支局。ウービル、現時点では許可できません。状況の急変に備え即応態勢を維持してください。ウービル。了解、引き続きコンディション、ゼブラで待機する。領艦から特筆すべき報告のないまま約3時間が経過。この日の日出時刻は3時3分、天候は雨天。4、11、ドワイトソン。CRS38 応答せよ。こちらドワイトソン、CRS38 応答せよ。支局。こちら CRS38 ドワイトソンどうぞ。ドワイトソン。目標区域上空にボギーが一機出現。侵入、ではなく、出現、した。レーダーには捉えているがそれ以外では捕捉できない。ウービルはどうか気づいているか？支局。こちらで確認します。機船は引き続き警戒に当たってください。ドワイトソン。はい、はい。支局。こちら CRS38 ウービル聞こえますか？ウービル。こちらウービル、何かあったか？支局。ドワイトソンが目標区域上空でボギーを発見しました。そちらでも確認していますか？ウービル。ボギー、飛行機か船ではなく？支局。船ですか？そちらでは船舶を確認したのですか？ウービル。船だけだ。レーダーでは捕捉しているが降天のため視認はできない。放射電磁波型から見て到着前に区域内にいた例のスカンクと思われる。新北からレーダー圏内に侵入し 18km の距離まで接近してきた。現在は距離を維持したまま、本線を中心に微速で時計回りに周回航行中。支局。了解しました。監視を継続してください。降船した場合は PDMS による自衛のみを許可します。あくまで情報収集が最優先です。機船への攻撃を確認次第ドワイトソンが報復を行います。ウービル。了解、だがこちらはさらに荒れてきた。正直肉眼でのワッチは厳しい。支局。CRS38 よりドワイトソン、アキラ1から南南東へ 7km 移動し、戦闘総艦で待機してください。また現場海域を不審船舶が航行中とのことです。移動の際は警戒してください。ドワイトソン。ドワイトソン了解。南南東へ 7km 移動し戦闘総艦で待機、ウービルの支援に当たる。4、14、ウービル。こちらウービル。ボギーをレーダーで捕捉した。低速でこちらに接近してくる。支局。了解しました。情報収集を続けてください。ドワイトソン。こちらドワイトソン、目視でボギーを確認。記録のため 5、カウントを取る。およそ15秒間沈黙。ドワイトソン。54,321 ボギー、フライ、バイ。その際に何かを投下した模様。ウービル。こちらウービル、ボギーが上空を通過。ボギーは赤色のレシプロ双発機、現在撮影した画像を元に機種を識別中。支局。ボギーが何かをそちらに落としたという報告を受けていますが、被害などありませんか？ウービル。現時点ではまだない。物は後部甲板に落ちたようだ。こちらも確認次第報告する。支局。了解しました。ボギーの機種と落下物の詳細について、後ほど報告を願います。ウービル。ああ、待ってくれ、たった今落下物の見分が完了。ボギーの置き土産は、麻袋。支局。麻袋、ウービル。そうだ。野菜やコーヒー豆を運ぶのに使う無地の麻袋。中にはジャガイモが詰まっていた。
支局。それだけですか？麻袋やジャガイモに得意な点はありませんか？ウービル。それはまだわからない。何か判明すれば追って報告、ノイズ。6秒間にわたって大音量のハムノイズが入り、交信が妨害された？ウービル。CRS38 今のは？支局。こちらは関与していません。ともかく、早急に分析結果の報告をお願いします。ウービル。了解。4、26、ウービル。ウービルより CRS38 応答願う。支局。こちら CRS38。分析結果は？ウービル。ロッキード10、エレクトラの改造機、あるいはその系列機だろう。支局。改造の内容と目的は推測できますか？ウービル。胴体が若干延長され、客室の窓は一番後ろの一つを除きすべて撤去。そして胴体左側に大型ドアが増設されている。皆輸送機として運用するための改造だろう。芋袋はここから落としたんだな。支局。わかりました。ボギーの現在位置は？ウービル。西北西へ打たて張り、現在スカンクの方向へ飛行中。待て、レーダーからまた消えた。この更新の直後、周波数帯 3105kHp に低下の発信が確認された。4、27、3、ボギー。こちらシプヒア、ユピテルへ。あなたたちからの返信が欲しいわ。こちらは高度1000フィートを飛行中。4、27、22、ボギー。ユピテルへ、私たちはあなたたちの上にいるはずだけれど、あなたたちが見えない。無線通信も聞こえない。4、27、37、ボギー。私たちは今、編集済み、上を旋回中。6210KC5 でこのメッセージを繰り返します。聞き続けて、6、4、28、ウービル。ウービルより CRS38A、3105KHP にてボギーからと思われる発信を確認。更新すべきか？支局。こちらでも確認しました。当面はワッチと記録のみ言ってください。支局での分析の結果ボギーからの通信が SCP-568-JP と同様の異常特性を備えており、かつその性質が、臨時、に酷似していることが判明。直ちに本局への転送と速記による記録が開始された。4、30、12、ボギー。怪しいわよね。4、30、41、ボギー。私たちは北から南へ飛行中。4、31、18、ボギー。私たちは北から南へ飛行中。支局。CRS38 よりウービルへ、3105KHP においてボギーとの偽装更新を許可します。可能な限り情報を引き出してください。ウービル。こちらウービル、了解した。0、4、3、5より偽装更新に入る。4、35、ウービル。こちらソビエト連邦海軍艦艇ユピテル、シプヒア応答せよ。5秒間の沈黙。ウービル。こちらソビエト連邦海軍艦艇ユピテル、シプヒア応答せよ。ボギー。こちらシプヒア、シグナル良好よ。はじめまして、ユピテル。ウービル。シプヒア、そちらの所属と発信の目的を述べよ。ボギー。ここは公開よ。何したって文句言われるはずないわ。海図古かったかしら？44年のなんだけど。この時点でウービルの応答者は通信士から艦長に交代した。ウービル。国連海洋法条約109条及び110条に基づき、我々は海上警察権を行使して海賊放送を取り締まることができる。あなたのような海賊をね。ボギー。あら、どうしたの？通信手動の人が変わったみたいよ。ウービル。私は、大佐。この船の艦長です。ボギー。あらあら、これは艦長殿。失礼しまして。ウービル。手短に伺いたいのだが、あなた方は何を目的として活動しているのですか？ボギー。こちらシプヒア。やだ、緊張しちゃうわ。私たちはたまたま通りがかっただけ。旅行中なの。ウービル。本船の周囲にいる船は、あなたのご友人ですか？ボギー。そうね、友人というよりは仕事仲間ね。広い意味で。ウービル。
あなたとご友人はどんなお仕事をしているのですか？ボギー。探検とそのお手伝い。私はお手伝い専門ね。まあ、裏方よ。ウービル。探検どこを探検するのですか？ボギー。まだ見ぬ世界のどこへでも、海にも空にも、謎と未知がいっぱいよ。この時ドワイトソンの前をスカンクが横断した。以下は同時刻のドワイトソンと支局の更新。ドワイトソン。ドワイトソン、スカンクを目視で確認。中武装の水雷艇だ。作りは古いがまるで要塞だな。支局。発砲する様子はありませんか？ドワイトソン。今のところはない。兵装類はすべて沈黙しており、乗員の動きも見られない。2分経過。ドワイトソン。スカンクは12度右転し本線へ船尾を向けた。看板号や船名は確認できず。支局。ドワイトソン、アキラ1で警戒を続けてください。ドワイトソン。了解、しかし、あれはひどく揺れていた。今にも横転しそうだった。太陽向きじゃないな。更新ここまで。ウービル。よくわからないな。ボギー。いいえ艦長殿、あなたとそのお仲間ならきっとわかるはずだわ。だって今ここにいるのだもの。ウービル。はぐらかすのはやめてほしい。ボギー。私は大真面目よ、艦長殿。あなたたちはここに集まったちっちゃな船をみんな追い払ってみせたし、いかにも怪しい私にも声をかけてくれたわね。そうする理由があったからよね。シプヒアはそれを求めているのよ。そんな人こそがシプヒアにふさわしいのよ。あら、あと20分くらいかしら。ウービル。一体何を話しているんだ。ボギー。シプヒアを形作る 71% についてよ、アーニャ。ウービル。シプヒア、更新を一度中断する。少し待っていてくれ。ボギー。了解、あまり時間はないけれど、ごめんなさいね、あと10分だったわ。艦長は乗組員5名に記録の複製と回収した朝袋を持たせ、搭載艇でウービルから脱出させた。4、53、ウービル。こちらユピテル、シプヒアを通せよ。ボギー。そうね、あなたは艦長の務めを果たしたと思うわ。やっぱりあなたは 71% よ、あと1分。ウービル。そのカウントはなんだ？何を待っているんだ？ボギー。少し揺れるけど、我慢してちょうだいね。4、55、ドワイトソン。ドワイトソンより CRS-38 ウービルとボギーが同時にレーダーから消失した。確認を求む。支局。こちら CRS-38 ウービル応答してください。こちら CRS-38 ウービル、応答してください。記録終了。6月16日4時55分8秒。最終陳述。同日5時10分よりドワイトソンが会合座標周辺の捜索を行ったが、発見されたのはウービルの搭載艇1隻のみであった。記録類は手提げ金庫に収められた状態で問題なく保管されていたが、ジャガイモ入りの麻袋は発見できず。艇の乗員5名に個別聴取を行ったところ艦長の命で間違いなく麻袋を積み込んだと全員が答えたが、その消失について記憶しているものは皆無であった。フキは、11、1。事件568、JP は、11後の水中探査における異常高海水温領域の発見が契機となり、海合座標直下の海底にマサが起流状態で着底した一隻のトロール漁船が発見されました。その周囲およそ5メートルにわたって海水温が常に20度前後に保たれていますが、これまでの探査では原因は未だ解明されていません。漁船は鋼鉄製、海水温の影響により全面にわたって錆びつき海藻や底生成物が密に付着していますが、沈没の原因あるいは沈没の際につくべき損傷、破損の痕跡は一切発見されませんでした。ROV による接触検査の結果構造体は十分な強度を保っており、外見とは裏腹に本船は非常に良好な保存状態にあります。さらなる調査のためそのサルベージが検討中です。サルベージ後の精密検査において、船体の腐食痕及び付着物は船体を覆う厚さ 3mm の粘着性フィルム状に貼り付けられた精巧な偽装であることが判明しました。また、それらの除去後に行われた最初の調査において、本船内部の設備は大半が測量、情報用途とめされる多数の電子機器群であること、それらが本船の操舵装置に接続されていること、
そして上空に存在する稼働中の人工衛星から無差別にデータを受信していることが判明しています。とオブジェクトはエゴサイト81に曳航され、現在は電磁シールドが施された格納施設内に陸揚げ状態で保管されています。付記は11に機関車へのインタビュー。1994年6月18日早朝、目標区域内を漂流するカッター、マーキングカラウビル搭載のものと断定、が財団船舶によって発見され回収されました。当インタビューはカッターの回収からおよそ1時間後に行われたものです。対象、財団船舶 SCPS ウービル艦長、翔太、ダリエル、彼は唯一の乗船者であった。インタビュアー、エージェント、カウフマン。録音開始。エージェント、カウフマン。お疲れのところ申し訳ありません。どうぞおかけになってください。艦長。ありがとう。私も忘れないうちに記録にしてもらいたいと思ってたところだ。エージェント、カウフマン。それでは始めましょう。まず、あなたは2日間行方不明となっていました。艦長。そのようだが、私の感覚では1日と少ししか経っていないね。エージェント、カウフマン。その間に何が起こったのか話していただけますか？艦長。ああ、多少記憶の抜けがあると思うが、どこから話せばいいのかな？エージェントはヘッドセットを通じて別室でモニタリング中の、博士と協議。エージェント、カウフマン。記録と麻袋をつもんだ小艇を下ろした直後から説明をしてください。艦長。ああ、カッターを下ろした後にボギーから、あと1分、というような通信が入って、その後船が突然縦揺れを始めた。その時ブリッジの窓は白ペンキでもぶちまけられたように何も見えなくなって、揺れはしばらく、1分くらいで止まったが、今度はエレベーターのように上へ登っていく感覚があった。それは私だけでなく、船員は皆感じていたと思う。両者はおよそ5秒間沈黙。エージェント、カウフマン。続けてください。艦長。登る間隔は数分の間続いた。私はすぐに各部署へ現状を報告させたが、異常といえばトイレの便器と新入りの一人が揃って中身を戻したくらいだった。苦笑。エージェント、カウフマン。その後、どうなりましたか？艦長。大事なのはここからだ。テーブルを両手で軽く叩く、上昇感覚は急に消えて、その後すぐに窓のペンキが流れ落ちた。そこは真っ青な、ため息、境目がわからないくらい青い空と海があって、目の前には大きな船、船と言っていいのかな、が浮かんでいた。エージェント、カウフマン。その時の状況をより詳しく教えてください。艦長。だから、気がついたら目の前にバカでかい灰色の船が横を向いて浮かんでいたんだ。ああ、正確に言えば目の前じゃなく十字の方向にいた。言うのを忘れてたが、前後両方に同じ型の環境が立っていたから左右は判別できなかった。看板号の類もなかった。船体のちょうど真ん中に煙突が4つあって、その右隣に三脚マストが立っていたが、これも大きかった。クルーの概算ではマストが約120メートル、船体全長はおよそ600メートル。環境も大体マストと同じくらいだった。話を続けてもいいかな？エージェント、カウフマン。続けてください。艦長。しばらくすると無線に通信が入った。流暢なロシア語で、10ノット以上の速度でそのまま直進せよ、と。私たちは従うほかなかった。機器はすべて海峡に動き、ウービルは11ノットでデカ物の横腹にまっすぐ突っ込む形になった。いや、実際突っ込みんだと思う。そのはずなんだが。エージェント、カウフマン。何が起きたのですか？艦長。気がつけば私は船を下りて一人だった。なんだか随分豪華な部屋にいたんだ。赤い絨毯、金色のシャンデリア、ガラスでできた食材みたいな置物。ただ窓が丸かったからあれは船室だったと思う、あの船の。すぐに綺麗な女性、君よりも年上かな、が入ってきて、ああ、その、とにかく船内を案内してもらって、博物館みたいな大きな区画で色々なものを見た。群れてた子みたいに振る舞うトルコ石のかけら、脳みそをドーナツみたいに並べたくそったレバリア装置、とでかい岩の中を動き回るサンハムシ、それと、あと、艦長はうつむき10秒間沈黙。エージェント、カウフマン。
船の外には出ましたか？艦長。顔を上げる、出たとも、博物館を見た後食堂に行って、魚のフライのランチと、チーク、ブルー、ってカクテルを一杯もらって。それから彼女と甲板の上を自転車に乗って見て回ったんだ。甲板には砲塔や機銃なんかが一切なくて、ただ平たかった。船の中心線上に立ってる艦橋やクレーンの周りだけは数メートル盛り上がってたが、それを除けば機甲板だけがずっと先まで続いている。彼女の話だとあの船は記念艦だと言ってたかな。それで武器を下ろして、そうだ、その時に見たこともない船を見た。右舷側の後ろに接近していたんだ。彼女たちが作った実験艦だと説明されるまで、私は船のような形に見えるだけの、コンクリートで装甲された水上コンビナートか何かだと思ったくらいだよ。それは表面の大半が艶消し灰色のもので覆われているんだが、ところどころ切れ目があって、そこから人間よりずっと大きな図太い配管や、アンテナや、円筒形のタンクが見えた。だからコンビナートとコンクリートに例えた。わかるか？エージェント、カウフマン。はい、続けてください。艦長。それが何のために作られたかは忘れてしまったが、船名は少しだけ覚えている。なんとか艦とか丸、だ。あんなところで丸、シップを見るとは思わなかった。笑い、まあ、私の知る、丸、は全部商船で、戦闘艦は初めてだったがね。ああ、見学したのはこれで全部だったと思う。後は日暮れから少し減って早めの夕食をとり、チーク、ブルーを今度はしこたま飲んだ。そして最初の部屋に戻ってベッドで寝て、目覚めたら海を漂っていた、というわけだ。エージェント、カウフマン。なるほど。見学の途中、他の乗員には会わなかったのですか？艦長。一度も、付き添いの彼女以外、生き物は全く見ることがなかった。海鳥も、ネズミも、ハムシも、今思うとおかしいんだが、その時は全く違和感を持たなかった。一応私も彼らの行方を聞いたんだが、彼女は、あなたと同じように見学をしている、と言っただけで、裏付けはまるでない。クルーもだが、ウービル自体も見ていないな。あの船に回収されたのか、海上に捨て置かれたのか。エージェント、カウフマン。あなたはもう一度あの船に乗りたいと思いますか？艦長。いや、財団に席を置いてることは私の誇りだし、できればずっとそうでありたい。今回はまあ貴重な経験をさせてもらったが、私が自ら彼らの元へ行くことはないよ。エージェント、カウフマン。正直におっしゃってもらって構いません。この質問は形式的なものですから、回答内容は重視されませんよ。艦長。不要なことを聞く奴がいるもんかね、録音までしておいて。ただ、気になることは一つある。エージェント、カウフマン。どうぞおっしゃってください。艦長。別れ際に、すぐに迎えをよこす、と言われた気がするんだ。もしも起きているなら、早いとこ返事をするよう君の上司に言ってくれないか。私の意思じゃなく、組織としての総意を、彼らに。返事を待たすのは失礼になるし、彼らに無礼を働くのは、後々、面倒なことになると思うよ。録音終了、終了報告書。インタビュー中の言動からタリエル艦長はシータネ特定職員に認定されレベル0に降格、並びにクラス B、C 記憶処置が複数回行われましたが、いずれの場合も本件に関連する記憶のみが72時間以内に必ず復元してしまうため、現在はサイト、81、病棟区画内で無期限の交流状態にあります。該当職員への面会及びインタビューを行う場合はレベル3職員2名以上の承認と立ち会いが必要です。